チャド・ブラウン、チャド・ブラウンは、アメリカ合衆国のニューヨーク州及びフロリダ州を拠点とする調教師。現代のアメリカ競馬を代表するトップトレーナーの一人、ニューヨーク州メカニックビル出身。地元のサラトガ競馬場には家族で足を運ぶことも多く、高校時代にはスタンダードブレッドの調教師の下で働いた経験がある。コーネル大学では獣医学を専攻する傍ら、 夏季休業期間には電動入り調教師のクロード、孫ゴーヒーに指示して、旧社の実務を学んだ。その後、獣医師のスティーブ・オールデーの下でのインターンを経て、2002年から電動入り調教師であるロバート・フランケル調教師に指示。フランケル旧社では、アシスタントトレーナーを5年間務め、ゴースト・ザッパー、エンパイアメーカーなどを手掛けている。2007年11月に、 自身の旧社を開業。2011年にザゴラでダイアナステークスを制し G1 初制覇。また同年にはフランスから移籍してきたスタセリタを管理しビバリーディステークスフラワーボールステークスを制している。2016年に初の北米リーディングトレーナーに輝くと2018年まで3年連続でリーディングを獲得している。二千十八年には 自己最多の G1 レース20勝、獲得賞金27546,057ドルを記録した。同年9月1日には、サラトガ競馬場での年間41勝目を挙げ、自身とトットプレッチャーが保持していた、同競馬場での年間最多勝記録を更新した。管理場には、芝路線での活躍場が目立つが、2017年には、クラウドコンピューティングで、 フリークネスステークスを制し、待望のクラシック競争を初制覇を果たしている。ありがとうございます。